帰りなさい。間に合いましたね。はい、なんとか間に合いました。ギリギリセーフですね。八幡中央祇園、はい、今、市長の聞こえてますかね。挨拶です。ちょっとちっちゃいですよね。ちょっとね、マイク小さいですね。カラオケと一緒でね、もう少しこう近づけるといいんですけど ね、音響さん頑張って。どうしてもね、ちょうど前に背の高いおじさんの頭が見えてますけど。いや、なんとかなんとか今クリアしましたね。市長のスピーチはなかなかね、上手なんですよね。はい、うまいです。はい、詰めながら。これ結構今もたくさんの人が今ね、いらっしゃって、黒山の人たかりと。そうです。そういう感じですね。はい、真ん中開けてほしいみたいな。はい。今からですね、なんか太鼓の。はあ。共演会というかね、発表会があるんですね。あ、そうなんですか。はい、まあ、それがね、結構6時からと思ってたんですけど、6時から運行で、その前にですね、子供たちとかの太鼓の発表会があるそうですね。まさかまさかこれがあるとは。そうなんですよ。これは余裕なく来ました。これ、ね、こう周り見てると、こう手作り感がすごいある、チラシが結構、ね、貼ってあるんですけど。そうなんだ、急遽決まったと、はい、急遽決まったらしくて。ギリギリセーフというね。なるほど。いやいや、今あそこにはね、もう末太鼓が置いてあるので、あれでまあ演奏が始まるということなんですね。いや、八幡は小倉祇園とは違う。全然違いますね。でも私もね、実は聞いたことないんですけど。なるほど。多分黒崎と似てるんじゃなかろうかというちょっと、ね、推測のもと、はい、期待をして待ってるところですけども、はい。なんでも小学生がね、小学生というか子供が6チームぐらい出るそうですよね。はい、これね、もう昨日ほら戸端に行ったんですけどね、はい、戸端の祇園の太鼓の発表会も、はい、女の子ばっかなんですよ、小学生とか太鼓。なるほど。女の子強し。いや、女性の人口の方が多いですからね。やっぱ女性の人口、ちなみに私戸端高校の応援団ですけど、今ね、みんな団長とかみんな全部女性ですよ。え、そうなんだ。そうなんですよ。小倉に似てますね。え、小倉に似てますね。ああ、ちょっとベースが似てますね、ドローがね。あ、でも全然違いますね。全然違いますね。急遽作ったので、今からちょっと音声チェックします。
かなか勇壮なね太鼓ですね。腹に響きますね。腹に響きますね。いやでも本当あの最近は女性が強い。しかも女性が上手いんですよ。あ、な、なるほど。もうそういう時代を反映してるって感じですよね。お、なかなかあれですね、リズミカルでいいですね。軽快ですね。いや、いい感じ。素晴らしい。なんか急遽脚立が来ましたよ。はい、9号車内の、ユーストリーム、オフィス、オフィス、いやこれ大変だ。
やいやいや、応急処置でどうにかなりましたね。どうにかなりましたね。どうにかなりましたね。すごい。今実はこれあの三脚の下に何ていうんですか、この脚立の上に三脚を立ててですね、高いところからこれを用意したら今度は前のお客さんたちがみんな座っちゃったみたいなね。いい感じです。上手でしたね。さっきとまた少し違いましたね。お囃子が少し違ってましたけど、これまた素晴らしかったですね。かなりいい演奏だったと思います。あ、そうですね。音の顔負けって感じでしたね。お、今のはじゃあ小学校だったんだですね。小学生ですか。小学生ですよ。だって今から中学生って言いましたけど。そりゃすごい。それはすごいです。中学生もやっぱり女の子ですよ。女の子ねえ、3人とも女の子。じゃあちょっと聞いてみましょう。はい、次は中学生です。Thank you.
いや、やっぱり中学生はまた迫力全然違いましたね。ねえ、やっぱりさっき小学生もすごかったけど、さらにすごいのが出てくる。もしかしてさらにすごかったですね。いや、感動しますねこれね。北九州に生まれてよかったなと思いますねこれ本当に。いいね、この祭りだらけで。お祭りだらけ。さあ、じゃあ次男の子は叩きますね。聞いてみたいと思います。はい、口笛も飛び交っていますけどもね、やっぱり男性の迫力また素晴らしかった。やっぱり女性強し。そうですね、やっぱ女性ばっかりですよ。あ、また出てきました。しかも女性大きい、迫力あります。もう子供にしとくのはもったいないぐらいの迫力があります。さあ、じゃあ聞いてみたいと思います。はい、また女子です。
やっぱり鳥を務めるだけあって迫力、素晴らしいですね。素晴らしかった迫力が。いやもう女性の時代です。あの背の高い子パワフルで。パワフルでしたね。中学生ですか。でかい。でかいですね。素晴らしかった。市長忙しいですね。次の仕事の現場に向かいます。はい、お疲れ様でした市長。どうもありがとうございました。ここでインタビュー受けてほしいですよね。子どもの太鼓6組に続いて急遽大人、子どもを指導した先生に当たる方が太鼓を叩かれるということでね、ちょっとこれ期待したいところでございますけども、すごいですね。今急遽決まってメンバー選抜、今から大人の太鼓ということで大いに期待したいところでございます。お、今打ち合わせしております。さあどんな太鼓が聞かれるんでしょうか。先生ですからね、やっぱり恥ずかしいことできませんから。よし、じゃあ聞いてみたいと思います。さすが先生の太鼓はまた一味違いましたね。やっぱり
本物って感じしました、はい、素晴らしかったです。ラボ、まあ、これで今太鼓の、まあ、共演会というか発表会というか披露が終わったところで、6時から運行の予定というふうに ね、 そうですね、聞いておりますので、はい、まあ、今しばらく、はい、ここがメインなんですよね、はい、これからが。そうですね、まあ、これが半分一つのメインだったみたいですけども。そうなんだ、はい、でこの後、まあ、去年雨も降ってないですから、ここ運行しちゃったらしばらくこういなくなっちゃうらしいんですけど。あ、じゃあ1時間半ぐらい帰ってこないらしいですけどね。1時間半ぐらい何か番組ありますか。あ、なんかその間別の番組をなんかイケメン捕まえてイケメン TV やりますか今日急遽。そうですね、はい、それ行きましょう。なんかちょっとイケメンの人と今物色してみたいと思いますけどね。はい、カメラマンのコンちゃんはね、今電話がさっきありましてね、どこに行ったらいいんですかとかってね、電話がありましたけどね。中央、中央。はい、もうすぐ来るんじゃないかと思いますけど。まあ、一つのメインの太鼓の共演が終わって、ね、今から少し片付けをして。片付けするんですか、うん、なんかあの前の太鼓のあそこをちょっと片付けしてですね、はい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 、で6時から運行するということらしいですね、はい、なるほど、はい、じゃあ今から20分後運行ということですね。まあ、とりあえずカメラはね、この定点カメラにしといて街の様子を見ときましょうか。そうですね。この街の臨場感あふれる今の雰囲気を。あのこの定点カメラ笑いますよ。え、定点カメラを映したいぐらい。このブッサイクな定点カメラ。定点カメラを映したいという感じですね。そうそうそう、はい。今配信しているのはこれはですね、黒崎祇園ではないんですね。
黒崎祇園ではなくて、八幡中央祇園山笠です、はい、ね、そうですね、八幡中央山笠ですね。あのよく多分ご存じない方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと、まあ、各有私もその一人だったんですけども、はい、同じくです、ね、こんなのがあるとは知らなかった。そう、あの八幡の人に聞いても知らないんですよ、うん、意外と。え、そうなんですか。え、今回前田祇園ですかとか、え、黒崎じゃなくて、はいはいはい、え、そんなのありましたっけって。いや、ここまで豪華にやってるのに、もうこんなに大きくやってるのに、まあ、逆に言うとそれだけ北九州はお祭りが多いから、うんうん、そうですね、紛れちゃってるんですよね。なるほど、隠れてる、隠れたコンテンツ、隠れてる。でもすごくいいと思いますよ。今太鼓聞いてもね、うん、すごく太鼓、うん、音色良かったですしね、皆さん練習すごくしてるというのが分かりましたしね。そうですね、うん、素晴らしいと思います。ね、会場やっぱ女性多いですね、ここ。え、女性多い、女性多いでしょう。いや、昨日戸畑もそうだったんですけどね、はい、女性だらけだったですね。あ、そうなんですか。はい、はい、やっぱ女性のパワーを感じてしまう今日この頃なんですけどもね。まあ、福岡自体が人口比率から言うと、そうですね、女性の多いからですね。そうですね、まあ、まさにだからこそ、うん、まあ、女性のが多いということで姫 TV とかもね、まあ、盛り上げると盛り上がるということでございますけどね。まあ、あと20分ほどで運行が始まるということなのでですね、しばしこの定点カメラでこの街の臨場感、雰囲気をね、味わっていただければ嬉しいなと、まあ、このように感じております。結構イケメン組みますね。でも祭りに参加するからダメでしょ。そうですね、イケメン TV をするって言ってもイケメンの人が参加するからですね、うん、その人を連れてくるわけにいかないということで、そうなかなか厳しいところでございますけども、見学してるのは女性が多いと。お、今から山笠が少し前の方に移動するんでしょうか。祭りの男たちが今山笠の周りに少しずつ集まってきておりますが、少し位置を動かすんじゃないかなというふうに思います。何せあの我々も初めて参加したもんですからね。そう夜はよくわからないんですけどもこれがどうなのと何が始まるんだろうという感じなんですが、うん、とりあえずあの6時から運行して、はい、まあ、天気が良ければ、うん、この中央町の商店街から出て、はいはい、イオンとか、イオンまでもあるんですか。イオンとかあの辺までもあるそうですよ。じゃあ1時間半どころじゃないじゃないですか。1時間半ぐらいはね、帰ってこないと。なるほど。その間本当にないでしょ。何してたっていう、ね、感じなんですけどね。本当だ。まあ前半後半ということで、前半後半また休憩挟んで、またはい、休憩挟んでまた何時にやりますということで。あ、そういうことだ。それがいいですね。それがいいかもしれないですね。はい、あ、さっきまでね、電飾が光ってましたけど、今電飾落としましたね。ちょっとアップしてみましょうか。今皆さん記念撮影に興じているところでございますけどもね。実は今日は3日目ですかね。確かね、土日、今日祝日と、この3日間なので今日が最後ということなんでね。まあ、昨日は小倉祇園が最後フィナーレでしたけども、まあ私も昨日小倉街中いましたけど、すごかった。めちゃめちゃ写真撮ってましたよね。すごい人いましたね。いました。え？僕も行ったんですけど、僕言いましたよ、行ったんですけど、はい、嫁さんが途中でダウンらしいですね。どの辺でダウンしたんですか。何時ぐらい。ね、もう2時3時ぐらいですか。いや、4時ぐらい。4時ぐらい、はい、あ、本当ですか。ちょうど休憩の時間、祇園。ああ、なるほど、はい、ああ、いやいや、私はですね、うん、昨日はあの12時から共演会始まったんですよ、はいはいはい、それ末太鼓の、はいはい、でそこいたんですよ、うん、で12時から、1時間半ぐらい、うんうん、見まして、じゃあ一番あの賑やかな時間帯ですね。まあ、そうですね。で、あの1時間半もうちょっといようかなと思ったら、うん、なんすか、
今から休憩みたいな。あ、そうそうそう。で休憩になって15分休憩だったんですよ。で、うん、私、あ、違う違う、ね、1時15分ぐらいまであって、うん、1時半から再開ですってなったんですね、うんうんうん、で私2時から戸畑祇園のお囃子の発表会に行こうと思ってたんで、はいはいはい、テープあのちょっと用意してもらいます。聞いてみます。もうだからですね、はい、あの戸畑祇園に行ってきたんで、うんうん、もう本当に1時間ちょっとしか参加できなくて、うんうんうん、で戸畑の方で6時ぐらいまで、はい、それこそ今ちょうどありましたけども、要するにお囃子型の、はいはい、囃子型の、いわゆるその普段ね、うん、山笠の中に隠れて見えない人たちがこう表に出てきて、うんうんうん、そこで彼らに、焦点をスポットを当てて、うん、太鼓の披露するという、はいはいはい、なるほど。もう今年で53回目らしいです。はい、はいはい、はい、ああちょっと本部の人に聞かないとわからない。どんどんはい、いや違います。本部の人が用意したんです。はいはい、テレビじゃないです。いや、いろんなハプニングがあります。まあ生放送ですからね、いろんなね、まあ、北九州ならではのね、なんかそういう人もたまにいらっしゃったりするので、はい、まあお祭りなんでね、もういい香りしてましたよ ね、うん、もうお酒が当たり前なのでそうですね、はい、まあ普通という感じでしょうか。はい、我々は車なんで一滴も飲めませんけど。もちろんですね。もう私なんか大体の飲めない方なんですけど ね、 ねそうですよね。それ羨ましいなと思って。いや、あのおじさんいろんなところにこう、うん、ねクレームをつけておりますが、大御所なんです。まあ、北九州ではクレームのことをイチャモンと言うんですけどね。これイチャモンって言葉あるんですかね、他にも。イチャモンはね、関西では言います。関西で使います。言いますか。いや、一部言ってるような気がします。ああ、そうですか。はい、それは関西にいる北九州出身の人じゃなくて、イチャモンという因縁かな。あ、因縁あ、どうもお疲れ様でした。すごい、副会長がいらっしゃいました。ちょっとこう、ちょっとこう、よし、こう、くくくくくくと、はい、こんな感じで、はいはい、お疲れ様でした。ちょっとぜひ北九州の多くの方がまだこの中央祇園山笠存じ上げないという方がたくさんいらっしゃると思いますので、ぜひアピールを副会長からお願いしたいと思います。はいはい、ありがとうございます。中央祇園山笠ですね、八幡の中央町にありますけど、まだですね、歴史は60年ぐらいあるんですけど、ちょっと一度 中断しまして、今8年目を迎えております。10周年の時はですね、わっしょいに出たいなという思いでですね、会員みんな一丸となってやっております。また来年皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。いやいやいや、おめでとうございます。ありがとうございます。どうもです。いやでも今年ね、市長が来られたから和紙も近いじゃないですかね。え、もう来年あたり、再来年あたり。でも来年確か北九州50周年ですよね。来年50、まあ、来年出ましょうよ。来年ぜひ応援しますんで、よろしくお願いします。6時から運行ですよね。楽しみしてます。どっちに運行するんですか。あー、なるほど。あー、そうですか。ありがとうございます。じゃあ特席ですけど、出ちゃったらもうしばらくさよならって感じですか。寂しいですね。1時間半ぐらい留守番ですか。わかりました、了解です。ちょっとカメラが電源の関係で追っていかれないのでお待ちしておりますんで、ちゃんと帰ってきてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、いってらっしゃいませ。どうも。はい、この祇園をですね、メインで頑張ってくださってる副会長の松永啓太さんにね、まあ、突然ちょうどこちらのブースの方に来ていただいたので、インタビューさせていただきました。はい、いやですね、もうね、ワッショイには来年あたり、うん、来年ね50周年。なんで来年が50周年ですか。
昔じゃないですか。そうっすよね、昭和38年でしょ。ということはだから1年ずれてますやん。ということは、はい、本当は再来年なんじゃないですかね。でしょ、再来年でしょ、うん、来年はプレですよ。プレですよね。1年前ですよ。なるほど、はい、いやちょうどね、あの、うん、市議会議員の方からね、それか、年度で行ってるから。あー、どうなんすかね。年度で行くと、多分確か合併したの2月とか1月です。あらら、あ、そうですか。そうなると来年、うん、ということかもしれない、ね、あー、なるほどね、うん、ちょっとそこら辺ね、うん、また確認をしてみたいと思いますけども、うん、さあ、今、最後の運行に向けて山の男たちは今思い思いの食事をしたり飲んでる人飲んでみたりね、腹ごしらえをしている方もたくさんいらっしゃいますけどね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。あら、あ、何か、あら、あ、すいません、ありがとうございます。どうもすいません、どうもありがとうございます。あ、なんと今、はい、彼をいただきました。今差し入れをいただきました。なんと優しい方々なんでしょうか。はい、こんなに優しい擬音は初めてでございます。なんかそこの 子たちは出たいんじゃないですか。興味津々ですよ、時々こっちを見ながら。こっちですね、うん、ちょっとじゃあちょっとカメラちょっと下ろして見ますか。一遍下ろしますか。ちょっとあのカメラをちょっと位置を落としますので、はい、ちょっとあの音声消えますのでよろしくお願いします。ダメです。車です。ありがとうございます。いやー、こうね、子供たちがたくさん今山の周りで思い思いのね過ごし方をしております。この雰囲気もちょっと変わった感じしますよね。そうですね、この待ちタイム、なんかこう優しい街って感じしますよね。はい、ね、カレーもいただいて、ね、残念ながらビールいただいたんですけど飲めないという。ちょっとこれ映しましょうか。はい、もうね、こうカレーと、はい、それからビールと、ビールと、ね、いただいたんですけど、ました、まあね、車なもんですから、はい、持って帰ろうということで。ありがとうございます。いや、こんなことしてくださるとこないですよ ね差し入れです、はい、はい、ディレクターこんな感じです、ね、はい、もう今日ですね、バレーボールの試合が朝からあって、バレーボール
ソフトバレーですけどね。しかも勝ち進んでしまったみたいな。はい。勝ち進んだのでちょっと遅れちゃったみたいな。そうなぜか準優勝してしまった。というよりもあの急遽このね、本当は6時っていうのは5時に急遽なったもんですからね。そうですね。はい。はい、だから多分これあのあれじゃないですかね。Facebook とか Twitter で、はい、ね、知らせてないので。そうなんですよ、知らせる間がなかったね、つぶやけない、もう知らせる前に、はい、もう始まっちゃったということでございましてね、はい、ね、なんと多分ね10分ぐらいで立ち上がりました。いや、すごい超速でしたよ。超速、本当に素晴らしかったです。こんなに早いの初めてです。いや、すごい、もうすごい技でしたよ、はい、いいもの見させていただきました。過去最高です。どうもありがとうございました。いや、カメラマンのコンちゃんがまだお越しでないの で、カメラマンのコンちゃん、MC この場所カメラマン、なかなかね、いい経験させていただいてますけども。まあちょっと、ま、時間があるんで、カレーでもいただきますか。はい、カレーでも。あ、そうですね、カレーもちょっといただいて。じゃあいただきます。それまで定点カメラで、はい、あ、もう電飾つきましたね。ちょっとお楽しみいただきたいと思います。はい、じゃあいただきます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ちょっとカレーの本日すいません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。じゃあいただきます。あ、ちょっとちょっと顔といただきます。これマイクは入ってますか。入ってます、うん、美味しいですね。うん、いや嬉しいですよね。ドタバタでご飯なんか食べてませんでしたけど。そうね、まさかいただけるの、うん、思ってなかったんで。最高です。あ、美味しい本当に。え、今日のバレーは、うん、なんすか、北九州大会とかですか。うん、なんすか。そうそう、なんとかカップ、2つだった。ワールドカップ。ワールドカップじゃないですか。なでしこジャパンじゃないですか。違いますけど、見ましたよ、今日朝からねえ、三条木、三条木すごいですね。いや、私もね、YouTube で見ましたよ。三条木ですよ。私はね、すいません、生で見てないんですけど、うん、どんな感じだったんですか、全体見て。もう攻められっぱなしですけど、はい、日本の本来のパス回し、はい、させてもらえなかった。あ、そうなんですか。うん、へぇ、もうね、勝ったなと思ったのはレッドカードもらったんですよ。はいはい、レッドカードもらってしのいだんだよ。うんうん、あ、勝ったかなって思った。ここでえ、レッドカードをもらった。ね、延長の、はい、延長の最後の方。うんうんうん、本当に入ってる。もらったっていうのは、そこのレッドカードがなかったら多分シュート打たれてます。決勝取って。ああ、なるほど。ファウル、相手がファウルしたんですね。相手をファウルした、日本が。なるほど、それで攻めたんですね、うん、ファウルでね、うん、素晴らしい素晴らしい。もう捨て身のボール、一発レッドカード。で、それで自分が退場して、そうそうそう、身を挺して、うんうん、その後はもう PK 戦はもうアメリカの方がプレッシャーかかってて、ねえ、うん、やっぱあれプレッシャーなんですよね。うん、まあ、やったことありませんけど。世界一ですか。うん、まあ、本当に
アメリカってディフェンディングチャンピオンじゃないですか、うん、やっぱりそのなんていうんですかね、守る方と、うん、攻める方って気持ちが全然違いますよね。まあ、これから日本は逆にディフェンディングチャンプになるわけだから、ね、これからが正念場ですよね。まあ、でもね、今はとりあえず喜んでいただいて、まあ、たくあんのコリコリした音は聞こえるでしょうか。おいしい、おいしいですね、本当に。副会長の松永さんがお茶も持ってきてくださいました。ありがとうございます。いよいよ運行になるみたいですけど、はい、まあ、この運行のコースなんですけど、はい、約1時間ちょっとぐらいで、はい、これ黒い道がスタートで休憩して赤い道で帰ってくるんですよ。へえ、なるほど。青い道は何ですか。青い道は関係ないですね。帰ってきてロープを離して大人だけで運行するんです。うーん、なるほど。黒崎みたいな感じで回す。あ、本当ですか。なるほど。ここ今ここなんです。はいはいはい。なるほど。じゃあとりあえずそこにこう行くまではこう映せますね。でこう行って今度はこっち側の方で少し、あ、でも無理か。残念でございますけども、ここにここのそしたらちょっと回すとこはちょっと見れないかもしれません。ああ、なるほど、ちょっと残念ですけどね。なるほど。ですよね。なるほど。1時間少々。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか。もうこの中でぐるぐる回してほしいですよね。せっかくですから。この前で。ここでぐるぐる回したらかっこいいですよね。世界にぐるぐるが配信。楽しみにしております。よろしくお願いします。いよいよ運行も近しという感じでございますけども、今最後の打ち合わせをしているところでございます。さあ、まあ、いよいよ始まるということで、まあ、最初はお子さんが引っ張って運行するという感じのようですね。そして最後は大人だけで、まあ、黒崎祇園のように、派手な動いて運行するというふうにお聞きしております。さあ、八幡中央祇園山笠もう少々で運行開始となります。今日は最終日ですね、3日間続いた今日は最終日となります。八幡中央祇園山笠、ね、地元の祭りとしては
かなり盛り上がってきているように思われますけども、ただいかんせん北九州全体の中ではまだまだ知名度が低いということで、ぜひですね、こんなに素晴らしいお祭りでございますので、全国に広めていきたいと、まずは北九州、そして、福岡、そして、全国、世界に配信したいと、まあ、このように考えているところでございます。まもなく運行開始でございます。地元の方も明るくね楽しんでるみたいですね。ありがとうございます。北九州はとにかく明るい人が多いんですよね。特に女性は明るい。さっきの太鼓を見ても分かるようにですね、明るくて元気、生き生きしてますよね。生き生きしてますよ本当に。まあどうしても北九州の場合はね、女性の方が人口も多いというのもあるんですけども、もともと九州女っていうのはね、まあ、強いですよね。もうあの九州男児でね、女の人は後ろにどうのこうのってありますけども、まあその面も確かにあるんですけども、実は後ろでコントロールしてるんです。そうその通り。あの実際はよくよく見ると、あのうまくコントロールしてるだけなんですよね。女性の方がはるかに強いというね、いうことでございます。男は山のぼせで、みんな好きなようにやらせて、それを、女性は見て楽しむという、はい、そういう感じじゃないでしょうか、はい、あそうですか。そうすると、はい、はいはい、ああなるほど。どうします。そこが開けることができます。ああ、そうですか。でそこから電源取ることができます。だから一旦出たら、すぐ行きましょう。非常にこう協力的というかありがたいですね。そうですね、うん、どうしてもですね、この場所から離れられない。で山としては運行していきますからね、うん、まあ、追っていくことも、ね、なかなかできないんですけども、一旦外出てしまった後は別の会場でまた、ね、うん、配信できるんじゃないかなと、うん、はい、まあ、このように考えておりますけども、はい、なので一旦中断をどっかでします、はい、中断を。そうです ね、まあ運行してちょっとの間はね、うん、こっからこう見える範囲内はまず配信させていただきますので、はいはい、でその後一旦ね配信を中断して、うん、それからもう一回やり直しということですから、はい、その間に、うん、まあね、ツイッターとか、うんうん、フェイスブックで再度、ね、はい、呼びかけをするという感じで、はい、頑張っていきたいと思います。やりましょう、はいはい、さあ準備が、じゃあ運行開始いたしました。ちょっとはね、私もね今日カメラマンがまだ来ておりませんので、カメラマンはね、はい、とりあえずカメラ優先でちょっと私もマイクを置かせてもらいたいと思いますので、はいはい、じゃあそう準備入りたいと思います。
今は気づいたんですけど、このままこうまっすぐ来ると多分カメラぶつかりそうですね。ぶち当たる。ぶち当たりそうなラインにいますね。少しこうね、こっちずらしたいと思いますけどね。少しちょっとずらしとかないと大変なことになりますんでですね。放送事故があるかも。すごい放送事故があります。ある意味貴重な映像になるかもしれませんけど。その後の配信が不可能になっちゃいますんでね。お、今から記念撮影ということですけども、よ、山の男たちが続々と集まって山の前で記念撮影をするということですね。ですね、これから記念撮影が始まります。ちょっと私も記念撮影しちゃおうかな、せっかくですからね。お、副会長が山の山笠の大上がり、まあ博多とか一般的に山笠はこれ大上がりと言うんですけどね、中央はどうなんでしょうか。大上がりをしている勇壮なシーンですね。いいですね、かっこいい、素晴らしいですね。私もちょっとマイク持ちながらカメラを片手に撮影をしたいと思います。皆さんいい顔してますね。ね、祭りの時期っていうのはまたね、こう皆さんいい顔してんですよね。私も昔はよく祇園出てましたけどもね、戸畑、小倉、実はあの私博多も出たことあるんですね。節操ないと言われるんですけども、まあ、私としては住んでるところでやっぱり出たいというのがあって、一応福岡県三大祭りは全部経験したという感じでございます。
電源が入る。電源開いてるものは？これポケットワイパー消えた。あ、いいモバですか？いいモバ、いいモバ、どっかありますか？はいはい、開けられない。今言って確かめられてないんで、もう開けられない。じゃあね。じゃあね。話が通ってない。それは残念です。まあじゃあ予定通りね、ここの定点カメラということでね、ここからまっすぐ運行して見える範囲内頑張って中継配信したいと思います。もう6時は回ってますけども、ちょっとまだ準備が整ってないというような感じでございまして、今運行を待ってるという状態です。お、動いてきました。じゃあちょっとここで一旦マイクを置きたいと思います。持ってくれよ。
はい、ということで以上で終わりという感じですか。そうですね、帰ってくるまでじゃあそれまで定点カメラでもうダダ漏れということで。そうですね、はい、じゃあ こっちに向けて。いや、こっちはもう休憩休憩って誰もいないですもん、これ誰もいなくなっちゃいましたね、本当にみんなついていきましょうね。そうです、皆さんついていってるみたいですね。ちょっと私もついていってみようかな怖い、これ iPhone 忘れたからね。本当ですね、ねえ、iPhone があれば今日のiPhone で追っかけるのに。今日の姫は誰だったんですか、あれは。え、姫でしょ。姫ですか。姫です。姫経由だったんですか。姫経由です。姫経由、はい、すごいですね。そうそう、姫経由でお願いして忘れた。あの辺まで移動すりゃ、そうですね、通るところは通過するのを見れる。行きますかね、一旦それぐらい行きますか。努力はしましたよ、はい、松永さんみたいな。ちょっとじゃあ頑張ってみましょうか。はい、一遍じゃあ一遍切るのも切らんとダメですね。じゃあ一旦この前半の配信終わりということで、はい、じゃあ皆さんさよなら。はい、多分、5人の皆様、あと30分ぐらい。さあどうでしょうか、またその準備ができ次第。そうですね、準備ができ次第、あとすんのはポッシブルということで、はい、はい、そうですね、アサップですね、はい、頑張りたいと思いますね。じゃあ後ほどまた、はい。